皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は大根、100均のねダイソーのね、大根っていうのは育つのかどうかということでですね、ダイソーでね2袋で100円だから1袋50円か、大根の種って案外高いのでね、今回はダイソーの100円大根を育ててみたいと思います。ちゃんと育つのかどうか、心配ですが、こればかりはねやってみないとわからないということで、10月なんですけど、耕した畝にポンポンカッターでね植え穴を開けていきます。株間を40センチで統一したい、そう、大根の株間は40センチがベストとね、されています。だから40センチに、測った針金をですねポンポンカッターのシャフト部分に取り付けてですね、ほんでこうやってやったらほら簡単にね40センチの間隔で、次から次へとポンポンポンとね穴を開けます。ポンポンカッターを使えば鏡込まずに ですね綺麗な、植え穴が作れます。今はねむちゃくちゃ元気なんですけど、ちょっとこの間ね腰を痛めたんですけどね、その時にねこのポンポンカッター買いました。立ったままマルチの穴が綺麗に開けられるので随分作業が楽になりました。ポンポンカッターねむちゃ便利です。これ気になる方は概要欄のリンク先をちょっとねご覧くださいませ。楽しくて、驚くほど綺麗なマルチ穴を開けることができます。で、穴開いたらですね、種まきのために穴の底を平らにするんですけれども、こうやってねペットボトルをね、使えば簡単に綺麗な、穴というかね底の綺麗な穴を作ることができます。で、この横ではトマトを育てた後のレイズドベッドですね、ちょっと高畝の方で普通に、青首大根を育てています。で、100均大根の方種まき、するんですけれども1袋にねこんだけしかね入ってませんでした。50円でこんだけですね、驚愕の少量ではないですか。少なすぎるじゃないですか。仕方ないので種まきします。一穴にね数粒パラパラっと、もう数えるのめんどくさい、パラパラっとこういっときました。で、途中で種切れ、まさしく種が種切れしましたので、今度はね聖護院大根をね奥の方はね、巻いときました。100均の種じゃないです。ちょっと普通に高い、大根の種なんですけれどもね。で、覆土は発酵再生培養土を利用します。これは使い古した培養土を米ぬかとかいろいろ混ぜてね発酵させて蘇らせたやつです。発酵再生培養土の作り方も概要欄に、リンク先貼っておきますのでぜひご覧くださいませ。で、この再生培養土で種まいた穴を蓋してですね、で体重をかけてしっかり押し固めます。種にね土を密着させるんですね。種に空間がない方が根張りが良くなります。人参なんかもそうですけれどもね、根菜類の覆土、根菜類の覆土はですね、きっちりグイグイと押すか、それか体重かけて踏み固めるかですね、それが丈夫に育てるコツです。覆土を固めておくと後で水をまいた時にね種の流亡を防ぐこともできます。で、あとは普通に水をまくと、はい、これでもう発芽は完了ですね。種まきの直前にね穴を整えてからですね、先に水をまいておく方がいいと思います。後の水まきはね覆土の方これ水が染み込みにくいので先に地面を湿らせた方が合理的です。私はちょっと忘れてしまったので後で水まきしてたんですけれども、心配してたけど、20日ほどで発芽しました。発芽率も思った以上に高いです。あとはねどれだけ大きくなるかですね。順調に育っているように見受けられます。まあなかなかいいんじゃないでしょうか。で、大根の葉っぱっぽい葉っぱになってきたのでね初回の間引きをしておきます。
3、4本残してですね、あの貧弱なやつをね、間引きしておきます。この辺はね、あの出芽発芽が少なかったというか3本4本発芽しているので、もうそのままちょっと置いときます。ほいで、こんな感じのサイズになるまでにね、再度間引きしておいて、1本一穴1本を育てていきます。こういうことですね。でこの畝の左側はこれは秋ジャガですね。で右側は玉ねぎ。11月30日、百均大根。やっぱりね、ダイソー、百均大根じゃちょっと育ちが悪いのかな。霜の心配もあるので、ちょっとここで不織布をね、かけておきたいと思います。防虫ネットのようにね、地面にピッチリピチリと合わせる、覆う必要はありませんよ。あの、要は霜よけさえね、できればいいわけですから。で、あの大根っていうのはもともとね、寒さに強いんですけれども、まあ一応しっかり育ってるわけではないんですよね。まだね大きく育ってない、あんなひょろひょろなので、霜よけきっちりして、早朝の低温で地面が凍ったりするとね、大根が浮き上がってですね、で霜や氷が昼間溶けてもですね、その一回浮き上がったやつは元に戻すことはできないので、霜よけはちゃんとしておこうかなと。で不織布はこういう感じで下の方ね、隙間が空いてても全然大丈夫です。しっかり覆ってしまうよりは、風通しがある方がいいですね。こんな感じですね。隙間下開けといて、大根の霜よけはこんな感じで大丈夫です。 OK です。で、クリスマスですか、これはね、はしご2月経ったわけですけれども、見たらちょっとまだまだね細いですよね。まあ気温がぐっと下がってくれば太ってくるはずです。心配です。100円やから心配です。でもなんか期待もしてしまいます。ということで、これは年末最後のこうチェックをしてみるんですけれども、心なしか太ってきた気がします。もう数日で状況が変わってきますね。でも100円だとこれが限界なのでしょうか。なんか取ってほしそうな、抜いてほしそうな葉っぱの色してますけれども。はい。年が明けて、1月8日。まあまあ、まあ、太りました。はい。すんごいってわけじゃないけど、まあ100円でね、100円でこれだと十分合格ではないでしょうか。で、これ葉っぱがね、ちょっと黄色い部分も出てきて、早く引き抜いてくれ。っていうような色になってきたので、収穫してみますね。お、わ、でかでかってことは全然ないけれども、標準サイズの大根ができてました。ダイソーの100円大根ですね。ダイソーの100円大根も普通に育てたら、このように普通に育つということが、証明できましたね。でダイソーのスナップエンドウもこうやってね育ててるんですよね。このこちらの動画の方はね、また後日ですか、こうご期待でございます。で引き抜いた大根は土中保存ね、埋めといたら土中保存もできるし、こうやってねネットに貼り付けのようにね絡めてね、干し大根にしたろうかな思ってね、あと何本かいっぱい抜いて干し大根にしたろうと思っております。ということで、百均の大根もやればできるということでございました。参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。